こんにちは貧しいっていねなんかこう「貝を分ける」って書いてあるんですけども実際は解を分けるというふうに文字を組み合わせたわけではなくて上の「分ける」っていう字はですね刀が折れた様子を表してるみたいなんですよで下の「貝っていう字は実はね貝がまあ一枚に見えますけどもバカッと分かれた様子を書いたみたいなんですよつまりは武力もないし お金もない引いては知識もないってことを貧しいっていうふうなあの一文字に込めてるそうなんですよねまあ本当に象形文字っていうのから漢字っていうのは来てますんでで英語っていうのは表音文字って言ってねあの言い表した口の形をあいうえおに当てはめてるそうなんですけどもまあ文字の習い手していうのはさまざまですけどもね私たち東洋人っていうのはあの感覚とか現象とかをその象形文字というふうな絵のように 文字を作ったと言えるんですかね。うん、で、えー、西洋っていうのは音のように字を作ったと言えるのかもしれません。まあこれも知識の一つなんですけども、私はね貧しいか貧しくないかって言えば、まあ貧しいってのは物が足りないと感じる状態のことなんで、私はねまあ貧しいですよね、うん。まだ欲しいものあるな、まだやりたいことあるなって感じるからなんですよ。ただし、その貧しさは感じた瞬間に今。 うん、打ち消すすことがでできるんですよ、ね、ああ今日はちょっと休みたいなと思ってもじゃあ休もうかってなるしあ今日ちょっとおいしいもの食べたいなと思食べれるし、うんまあ、今日はおもちゃ王国行こうかなと思ったら行けるしみたいな感じで求めれれば大抵ね、うん、手に入るることができるんできんすよ、まあ、そもそも私が求めるものって大それたものがないんでほんとそこそこのものしかないんでねだから楽なところもありますけどねでで、あのー、その中で一番 これはいくらあっても足りないなっていうのが知識の不足なんですよ知識の貧しさは私は誰よりも感じてるんじゃないかなと思いますだからたくさんねいろんな考え方を取り入れたりとかいろんな娯楽を取り入れてもまだまだ世の中にはこの好奇心をかき立てる知識や情報とかエピソードってのあるなーと思ってね楽しませてもらってますあの生まれたばかりの子供にですら もう興味を持ちますよね今日はどんなことをしてるんだろう何を覚えたんだろうどんなものを食べたんだろう一つ一つが楽しいですよねそれからご老人に対してもですけどもこの人はどんな青春を送ってきたのかな戦争に対してはどういうふうな思いを持ってるんだろうか自分の人生はどの辺りで喜びを感じてどの辺りで疲れを感じたんだろうかなとかね、うん、そういうふうに思ってしまいますよね。まあといいう,うにね人にね人はいろんな 風景があるんですよね心に描く風景目に映る風景そういったふうな景色こういったものをこれからも見ていきたいなと思うのが私の貧しさですよねまだまだ見ていきたいしまだまだ感じていたいしまだまだ共有したいと景色そういえば景色ってのも、の、ま、も、あ、漢字の成り立ちは知りませんけども京都の「京」という字の頭に日本の日の丸がありますよね。 ここに何かか意味があるのかなと思っちゃうんですけども、うん、もしかしたら景色のその形の字っていうのは京都で見たとっても美しい初日の出を思い描いて永遠にこれを文字に残そうと思って京都の「京」っていう文字ね風景とか景色っていう漢字の組み合わせだけでもなんだかいいものを想像してしまうなっていう風なね、うん、そんなイメージを込めてつけたそんな言葉ではないかなと思いますけどね。 いいいい景色を見ていきたいですね。まあ、悲惨な景色っていうのも最近は見れるようになってきましたけどもできれば美しいもの楽しいもの幸せな姿を見ていきたいっていうのが私の求めるまだまだ足りないなと思う貧しさ景色ですね景色そう情報とか知識に対する貧しさはまだまだ私は感じていきたいなと思っております。それでは。